listening to Shibuya Cross FM. まどかと渋谷でランデブー。ちょっと、はい、タイトルコールの前になんかモコモコって喋んのやめて。本当にみんながね頑張って黙ってるのにさ、おなんか来たみたいな、なんかやめて。なんか言いましたよね、さっき言った人が急にいなくなっちゃったから不安になって、はい、いなくなってるって言ったんだけど、幽霊の声が入ったみたいになって、ね、後から違うから完全ゆずきさんのゆずきさんのもごもごって何してくれるんですか、何してくれるんですか、わかるでしょ、自由に喋っていいと思ったの、あの時間はギリ大丈夫だちょっと我慢できなくなっちゃったんでしょうねまだ始まってねえから、もごもってたもんね、やっぱりもよもよ、しかもちゃんと言葉になってなかったですからね、なってないよ、いや抑えたんですよ、だから喋んじゃねえ、意味ないですから、なんか音は入ってますから我慢してくれよ、もうちょっとはい、じゃあね、今夜もね、まどかと渋谷でランデブー始まりましたけれども、はい、あれですよ、自己紹介ね、言わないといけないですよね、はい、まずローズまどかと、ややこしゆずきとシダックスしんのすけです、はい、よろしくお願いします。なんでちょっとなまるんですか、ね、ややこし、ややこしゆずきじゃないですか、ややこしゆずき、ややこしゆずき、ややこしゆずきですね、ややこしゆういちろうみたいなことですから、ややこしです、あ、はあ、ややこしい、あ、もう雑になってまどかさんあ、お前なんだお前は、は歯ももったいねえからもうこれでいや、今日ね、うん、始まる前にいつも、はいはいはい、それぞれドリンクをね、そうそう、お渡しするんですけど、いただくんですよね、はいはい、で普通にタリーズの袋を渡してるのに、はい、何を勘違いしたか、はい、なんかチョコレートをもらう時の反応みたいなそうすごい、どうしようと思って、すごいね、いや怪しかった、急に照れ始めて、なんかはい、ゆずきさんこれどうぞ、さ、え、飲み物だからいつもは違うじゃん、いつもは 社長から渡す、飲み物渡さ、渡して、マネージャーさんから、まどかさんの、まどかさんのマネージャーさんから、はい、それもダメなのかよ、ちゃんと喋ってくださいもん、本当に、マネージャーさんから、はい、いただくでしょ、飲み物大体、ね、でまどかさんから渡されることってあんまないじゃない、はい、まず、ね、まずね、はい、で、はい、いつも飲み物はダイレクトに飲み物で渡されるでしょ、はい、うん、袋に入ってて、はい、うん、しかも、なんか俺来た瞬間にちょっとしんのすけを気にしながら紙袋こうやって、いやいやいやさんそれ多分ね、固定観念っていうかね、そう、多分そうです、ね、勝手にフィルターがかかっちゃってますよ ね、ゆずきさん、もう3月ですからね、もう3月、いやいや、だから時期がまだ2月だったら分かりますよ、いやだから俺言っちゃったから、結構先月の放送の時にチョコがどの子の出会、はい、いつくれるんだろうみたいな言っちゃったから、ね、あ、まどかそういうとこあるから、まどかってそういうことある呼び捨てになったの、いい急に噛んだ、好きだったの、噛んだの、まどかってそういうとこあるから、しゃあないんだちょっと巻き舌なんだよお前噛んだの、まどかさんそういうとこあるからちょっとだからくれたんだなと思ってちょっと思ったよ、それはさすがにパッと言ったけど、マスクしてたけど、うん、もう目が、ね、ハートになってたからなってないよ、やばいやばいやばいってなって、だからまどかさんもあ、いいですよ、付き合いますみたいなこと言われたら困るから飲み物です、飲み物相当がっかりしてたよ、水木な、だからみんながなんかその後すげえいじってくるから、いや、面白かったやりづらかったですね、面白かったですよ、その後ね、まどかさんのこと全然ね、直視できなくなっちゃってね、してるしてるしてるいやいや、今あれですけど、今あれですけど、もう始まる前とか、なんかあっちを見るみたいな、そう、道路の様子を確認するようにして、何の確認があるの、道路の様子を、俺いつもだから、いないから誰も手振ってないから、俺いつもさ、そういうとこあるでしょ、挙動不審だから別に、今に始まったことじゃないから、そんな挙動不審じゃないですよね、普段はね、だから今日はもうだからやばいよ、なんでだよ、いいだろ、まあ好きなんなら好きでいいけど、放送中に出すのやめてくれよ、本当にやりづらくなるだろう、やろう、黙ってなんでちょっとやりづらくなるだろう、俺仕事だからじゃないんだよそんなプロフェッショナルじゃないだろ、いいですね、冒頭からね、始まる前からね、結構かましてくれてますね、楽しいですね、はい、いいんじゃないですか、ちょっと嫌になってるじゃないですか、春ですしね、春ですから、まあね、ただな、切り替えが春ですからね、すごい無理やり、春の話題に行こうとしたの、すごい無理やり行きましたからね、出会いと別れとさ、恋とかの季節ですから、春はね、そうですね、桜の季節ですからね、もうおすすめ方、おすすめ方わかんね
まあね、でも本当卒業式とね、はい、4月になって、うん、始業式と、はい、この間、妹、一番下の妹が卒業式で、はい、卒業式自体はお父さんも出れたんですけど、はい、母も父も出れたんですけど、はい、その後の謝恩会にお父さんが仕事で出れなかったので、はい、私代わりに謝恩会に行ってきて、謝恩会って何するんですか？謝恩会っていうのはこうみんなで一応ご飯食べながら思い出の映像とか、はい、あとその卒業式に来れてない先生たちからメッセージとか、あとは子供たち生徒からこう先生のメッセージとか、あとは子供たちにちょっと歌とかダンスの余興があったり、こう先生に花束贈呈の会があったりとか、そういう感じなんですけど、なんかすごい懐かしくてこう結構ジーンときましたね。なんかあこうまた女子校なので私もそうで、で、はい、妹も女子校だったので、はい、なんかあこういうのいいなと思って、なんか春だなと思って春だなって卒業式かと思って、なんか青春、まあ、青春ですよ。卒業したんですね。そうです、ね、それ大人の人も参加していいんですか？はい、それは親族なら、はい、あ親族なら父兄なら大丈夫です。親族なら大丈夫。弟さんもいらっしゃるじゃないですか。弟さんとかが行ってもよかったんですか？はい、あ全然大丈夫です。ただ弟がなんかちょっと恥ずかしくて嫌だっていうのもあって、はい、いやそうですね、女の人ばっかいてね。そうなんですよ。で、あともう大体こうご両親、皆さんご両親ばっかりなので、はい、なんかこう大人の席にこうかしこまった席っていうのがなんかちょっと恥ずかしいみたいで、うん、で急遽前日に私が行くことになって、はい、でもこういう、はい、若い方も来られてはいるんですか？あでもほとんどいないです。なんか大体お母様一人かご両親二人かっていう感じで、なんかセクシーなやつ一人いるぞ、うん、どうせ肩出してるからいやいやいや出さないわけないでしょそんなパーティーで。いやいやいや肩あるやつ着てきたんですか？いや肩ちゃんとスーツ着てきました。え自分の一応パンツスーツがあるので、スーツあるんですね。スーツ一応持ってるので、それ式典用の、赤ですか？赤の。いやちゃんと黒ですよ。黒ですか？黒でちょっとこううっすらストライプが入ったスーツを着てきました。でもちょっと浮いてるは浮いてるんですよ。浮いてましたね自覚あるんですか？ だいぶ浮いてる自分はこう分かってたので、はい、最初こう席に着いた時に、はい、大体こう知らないお母様とかもいて、はい、ちょっと一瞬ギョッとした顔されて、はい、もうすごい余計恥ずかしくなってこうあと生徒たちのこう間を通って席に行かなきゃいけないのもすごいちょっと恥ずかしくて、なんかすごいセクシュアリティーがありますよね。絶対分かってるよね。ケバイ、ケバイのいるなみたいな。ケバイのとは思ってないでしょ、多分ですけど。いやいや、もうね、もう恥ずかしかったですよ。まだ妹のお姉ちゃんって知ってる子たちならいいですけど、知らないと、何っていう感じになっちゃうので、いや、そうですよね。ちょっとこうドキドキしながら行ってきました。まあそれ男子がいたらまた違うだろうけどね。男子がいたら本当に。男子はいないです、もう完全女子なので。うちの相方が、めいっ子の高校生卒業するときに、はいはい、代わりに行くことも可能なんですよね。あ、そうだと思います。可能なんですか？僕は。だって、親戚だったら多分大丈夫だと思うんですよ。うん、すか誰かの代わりってことで、それこそお父さんの代わりとか、お母さんの代わりとかで行けることも。行けますよ。今度入学するんですよ、高校に。うちのめいっ子、はい、入学式も行っていいんですか？いいんじゃないですか。まあ本人がいいって言えばですけど、本人は相当嫌がるでしょ。いや、いいって言うでしょ。あれ誰だよ、なんか。いや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 、変な来ないでくれ。絶対来ないでくれ。お前は絶対来ないでくれ。いやいや、仲いいから。もう昨日も、はい、歯茎の誕生日も先に買ってもらったみたいな。歯茎って呼ばれてるから、なんか仲いいんですよ。呼ばれてんだけど、それで歯茎で、はい、呼ばれ、それはもう否定しないんだけど、はい、もう俺からの誕生日先にもう、はい、バーバから買ってもらったから、後でお金だけお願いしますみたいな。いやそう、ね、歯茎なかなか呼んでますけど、はい、娘もやっぱ遺伝してるんで歯茎出始めてきてる、うん、でもそれは触れちゃダメだよ。かわいそうに。そう、それは触れちゃダメだよ。触れちゃダメだよ。触れちゃダメだよ。それ触れちゃダメだよ。お前自分で言いまくってじゃねえかよ。女の子だからそれは触れちゃダメ。お前のせいで出てるだろ。俺のせいじゃないよ。俺もっと前の世代のせいだよ。先祖のせいだよそれは。なんで俺のせいじゃん。俺歯茎始めた人じゃないから、革命起こしてないから。誰が始めたんだろうね、やっぱね。そうですよ。誰か一番上にどっかでボンってぶつけて腫れて、そっからずっと腫れてるわけでしょ。ぶつけたせいなんですね。ぶつけたせいか、その原始時代のこのボコってなってるのがずっと残ってるからね。他の人はへこんでったのに。強いんだろうね、だからね。きっとね、野生的なのが。オランウータンのやつ残ってる。残っちゃってるんですよね、きっとね。そうそうそうじゃねえ。お前は否定してくれよ。自ら肯定っていうね。いやもうなんかね、ちょっとこんなぐちゃぐちゃな感じで始まりましたけど、はい、まあね、はい、本日も素敵な、ね、はい、ゲスト後ほど紹介しますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。では、本日の1曲目聴いてください。まどかでアンブラスモア。
私をかき乱す、あなたに触れた指、罪の意識で戸惑って全てから遠ざかる。落ちてくる落ちてくる、あなたの手と止まらぬ指の好みを委ねて、引き裂いて引き裂いて、叶わないのならあなたの心を抱きたい。はい、まどかでアンブラスモア聞いていただきました。では本日の素敵なゲストをご紹介します。ジーニーズの皆さんです。遠くから遠い遠い、はい、ありがとうございます。はい、はい、本日はね、皆さん来ていただきました。はい、あの実はですね、皆さん私いつもこうお世話になってる直美さんと、はい、あとお世話してます。お世話になってます。いやもう完全お世話になってますよ。お世話してます。お世話をしてるお世話、あれです、介護的なこと。違う違う、私が介護させてる。お世話、はい、お世話されてますね。まずね、おかしいだろうみたいな。まずね、あのキーボードの直美さんなんですけれども、はいはい、いつもライブでバンマスでこう演奏で入っていただいたり、あと今聴いていただいたアンブラスモアの楽曲 の, あのプロデュースなりとかレコーディングの時とかいろいろお世話になっております。お世話してます。はい、それはそうですよ。それはお世話してますね。はい、そうですよ、そうですよ。で、あの横溝さんサックス奏者でいいんですよね、はい、言い方。はい、横溝さんも今のアンブラスモアと、あとシャルムっていうアルバムの中で、はい、もう一曲シャルムシルクっていう曲もあるんですけど、はい、そちらでいろいろ演奏で、はい、レコーディングで入っていただいて、はい、いただきました。そうなんです。はい、はい、お久しぶりでした。お世話になりました。はい、はい、お世話になりました。楽屋でね、もっと悪ふざけしてた、はい、そうなんですよ。やめましょう。だからなんかいいんであるってことしてよ。ほらすごいふざけてましたよね。結構ふざけてる。だってみんなちゃんと静かにしてるのに一人だけ一人ごとでずっとそこそこそこずっと言ってましたもんね。すいません、ツッコミ待ちみたいなね感じでしたけどね。急に始まったら真面目なキャラやめてもらえ。そんなことないですよ。ちょっとだんだんこうね、尻上がりみたいな頑張っていきたいと思います。手数が増えるんですよね。頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてそしてギターのエグサさん、はい、エグサさんもですね、あれです、2度ほど私のバースデーライブと、はい、ハロウィンイベントと、はい、はい、あのサポートで入っていただいて、はい、はい、2回目の、はい、2回目のね、に苦い思い出って、なんか私悪い人みたいなね、恨みがあるらしい。まあね、無理やりね、セーラームーンの女装させられたっていうね、はい、歴史がね、ありますね。無理やりなんですか、それ。無理やりじゃん。月に変わって、お仕事されたあ、そうされて、セーラームーンうまいこと言うたんだよ。うまいのかどうかみたいな。お仕置きでしてるわけじゃないですよ、皆さん。でもまあ、願望はあったんですね、セーラームーン。願望はいい思い出になる。その説は、はい、はい、お世話になりまして、ありがとうございます。あ、お世話しました。あ、そうです。お世話しました。お世話してるんですね、じゃあ。皆さん、ちょっと緊張気味なんですよね。緊張はしてないですよね、でも。大丈夫ですか？直美さんが一番ちょっとね、あの3人ちょっと陽気なんでね、はい、そうですね、陽気な、まだバレてないよ、まだバレてない、大丈夫。みんな口々に喋りすぎ、誰か抑えとかんと。そうですね、抑え組がいないとね。はい、じゃあせっかくなので皆さんのプロフィールを。そうですね、はい、お知ら、はい、2016年春に行われたセッションをきっかけに結成されたジーニーズ、自らをジャズフュージョンとは一味も二味も異なるデジタルでかつロックなサウンドを意味するピコピコエモーショナルフュージョンと定義し、結成から半年を待たずして5曲入りミニアルバム、うん、メントゥーストレッチを発表、はいはい、というジーニーズです、はい、なんか偉そうです、はい、すいません。半年を待たずしてですもんね、うん、普通どんぐらいかかるんですか、デビューまでってことですか。デビュー、CD リリース、CD 出すまで、はい、でも人もうそれぞれな感じですよね、うん、もうすぐ出す方もいれば、うん、もうなんかイメージだと、うん、
音楽の方って一曲一曲すごい時間がかかる感じがするじゃないですか。かかりますよ。芸人って一月一本とか二本とかネタすぐ作るんですけど、あ、芸人みたいなペースで音を音楽もね、すごい褒めてないですね。いやこのいや出す音楽出すペースですよ。ペースが音楽じゃなくて早いペースが、ペースが芸人みたいな。初めて喋ったら悪口でしょ本当に。遠い。これどういう意味なの？盛り上がっちゃってますけど。こっちじゃない。盛り上がっちゃった。いや、じゃあ、はい、ちょっとね、気になってたのがこのジーニーズっていうバンド、うん、バンド名っていうんですか、はいはい。バンド名の由来ってどういう風にこうなったのかなっていう。もともと実はね、はい、新橋フリーダムという。あ、全然。違いますね。はい。バンド名やったんですよ。そうなんですね、新橋フリーダム。新橋フリーダム、はい、響け僕すごい気に入ったんですけど、はい、一平ちゃんがね、どうしても嫌や、ね、あ、嫌だと、ちょっとそれじゃ嫌だと。新橋フリーダムだったら続けたくないみたいになったと。新橋フリーダムだいぶ反対しましたね、それは。よっぽどですね、よっぽどですね。はい、はい、なんかもうちょっとなんかかっこいいね。あ、うん。で、そっからで、はい、一平ちゃんかな、はい、あ、ニージーズやったから最初。あ、ニージーズ、うん、はい、それはちょっと言いにくいな、うんうん、ひっくり返りそう言って、うん、で出来上がったのがこれ。あ、そうなんですね。なんか先ほどちらっと曲中にお聞きしたのが N と I と Y で、はい、こう頭文字を、そうですね、メンバーの頭文字、はい、直美さんと一平、一平、あ、一平の下の名前ですね、一平さんと、はい、ということで、はい、はい、そういうことですね。で、G と Z は、まあ、まあ、G ズという言葉があるんですよね。G ズ、はい、G-Z、うん、まあ、まあ、外人が O、はい、G ズみたいな。あ、はいはいはい、はい、今、いますでしょ、はい、いますです、いますです、いや、いいですよ、あの、丁寧語、丁寧語、はい、それをなんか崩したよね。あー、へえ、ほうほうほう、じゃあそれとちょっと頭文字を、まあ、言われたらどういう意味になるのか、はい、まあ意味があるわけないんですけど、はい、まあなんかジーズっていう、うんうん、うんうん、でそこに入れて、おー、でジーニーズ、はい、はい、なんかね、あのアラジンのジーニーっているじゃないですか。なんかそことつながってんのかなって勝手に思ってたんですけど、全然違いましたね。はい、はい、青い人と違いましたね。すいませんね。俺はグーニーズ、ね、グーニーズ、あー、グーニーズ、映画、映画ありましたよね。はい、はい、俳優さんの名前今ぶっ飛びました。はい、はい、なんかね、あの冒険する、冒険するやつ、意味合いで俺はちょっと文字つけたのかなって勝手に捉えたんですけどね。はい、冒険者たちみたいな。僕は、はい、いいです、はい、そっちに変えますか？変えます、対応していただきます。急に、急にここでみたいな。はい、あ、なんか今、いや、僕はかっこ、お三方かっこいいんで、ジャニーズ系のジャニーズみたいな感じから。ジャーニーズ。あ、これは OK なのかな？ OK なのかな？これどっちですか？これあまりもちょっとやっぱり無理がありすぎてね。いや、もうじゃあここで、はい、あれですね、もうせっかくなので皆さんの、あの素敵な楽曲を、はい、ご紹介したいと思うので、はい、じゃあ曲紹介をメンバーさんからお願いいたします。はい、はい、では、はい、メントゥーストレッチ聴いてください。
Shibuya Cross FM。 はい、ジニーズでメントゥーストレッチ聞いていただきました。ありがとうございます。すごいかっこいい。すごいよ、ね、躍動感もあって、まさかフルコーラスを出してい、はい、いやもうせっかくなのでね、こう外にも流れてるので、はい、ちょっと曲中にもお話ししてたんですけど、本当こう映画とかなんかそういう挿入歌にも、ね、なりそうな感じ。ぜひよろしくお願いします、はい、ぜひよろしくお願いします。タイトル的にはストレッチってどこ、メントゥーストレッチ、どういう意味なんですか。最初はだから、ね、麺が伸びるみたいな感じだから俺伸びちゃった。結構ね、麺が伸びる、ストレッチ全然そんな曲じゃなかった。だからかっこいいよ。そういうんじゃないですから、はい、どういう意味なんですか。はい、はい、まあ、これ僕作らせてもらったんですけど、はいはい、まあ基本的に僕ロックが好きで、うんうん、まあ、結構ギター的にもロックなことを弾くことが多いんですけど、はい、でまあ、この3人で、まあ、やるならどんな曲なのかなって考えたら、はい、なんかこんな感じになっちゃったっていう感じで、でまあ、割とちょっと、はい、あんまり僕の中でないようなアプローチなので、はいはい、まあ、ちょっと背伸びした感が、ちょっと大人っぽく、っていうので、まあ、はい、この、まあ、メントゥーストレッチって、まあ、男たちがちょっと背伸びするみたいな、はい、あ、そういうことですね。そういう感じのことです。はい、でこう曲の説明にもこう憧れもありつつ、なかなか大人になりきれないそんな男たちのお話っていうね、うん、そういうこう、まあ、イメージ、そういうこと書いてましたね。書いてありますね。はいはい、でもまさになんかそういうね、はい、まだこう大人なんだけど、ちょっと好奇心も旺盛なこう男性たちのね、こうイメージがすごく伝わって、かっこいいなと、はい、思いました。アラフィフなんですけどね。でもその、ね、いくつになってもね、こう好奇心がある方が、やっぱりいい音楽とかね、作品も作れると思うので、はい、すごく素敵だなと、ありがとうございます。はい、思います。はい、じゃあですね、次の楽曲に行っちゃってよろしいですか。はい。はい、ではでは次はですね、動画がこちら MV ですか、ライブ映像、あのね、はい、これメンバーに許可なく僕が勝手に作ったんですけど、はい、その、インストなので言葉がない分、はい、その写真とかでなんかこう、うん、いろいろアプローチできないかなっていうので、はいはい、メンバーに内緒で勝手に作っちゃいました。じゃあ直美さんが勝手に作られた、はい、はいはい、では、曲紹介をお願いします、はい、じゃあ聞いてください、はい、ジーニーズで黄昏です。ちょっと止まっちゃったんですけれども、はい、前半はズシ、ズシマリーナ、ズシマリーナに直美さんが一人で行かれて、しかも iPhone だったんですね。そうそうそう、めちゃくちゃ綺麗ですよね。ね、すごい綺麗。
写真集出せそうなぐらい綺麗でしたね。はい、あら、ありがとうございます。こう絵はがきみたいなね。あ、なんかまたそう、なんか写真に、あの写真に上げて落とされんのかな。待ってたんやけど。本当ですよ。ありがとうございます。買いますよ。目が怖い、結構、結構ね、直美さん、あの冗談もね、こう、あれな方なので。全然受けないから。ガチだったっていうね。でもね、先ほどのね、あのメントゥーストレッチとはまたこう違うテイストの楽曲で、すごい大人っぽい、なんかこう、セクシーですね。ありがとうございます。ね、いいですね。なんかちょっといろいろこう、想像力が。またエロいこと考えて。エロいことを考えてセクシーで想像力って言ったらね、なんでセクシーでこう想像したらそのエロい方に。いやいや、違います、違います。おっちゃんはそんな風に育てたと覚えないぞ。そうですよね、してましたよ、明日の発言が。めっちゃ恥ずかしい。それこそもう何の場面。いやいや、夕日のやつですかな。いや、が、え、もう窓か、やめて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 。せっかく今曲のいいこう感想を言おうとしてるのにね、え、本当にもう何言うか忘れちゃったじゃないですか。本当にもういやでもいいですね、素敵ですね。ありがとうございます。またこう歌詞がないのがね、ちょっとあれだって直美さんはおっしゃってたんですけど、そうですね、デメリットやけど、まあ、でもその、うん、メリットでもあるところもある、うん、逆にこういろんなこう映像が浮かぶというか、うんうん、想像力が、そうですね、はい、それぞれ、ね、そうそう、はい、まあいいですよ、いや、いいんですよ、それぞれですから、エロく解釈、自由に、ね、聞き手がそう、自由にね、うん、自由、自由、ジーニーズにかけたいかい、雑やったな、めちゃくちゃ雑ですよね、今のね、響きがいけるかなと思ったんですよ。じゃあなんかね、お二人からちょっと皆さんに質問とかあれば、はい、ありますよ、はい、えー、あの血液型がですね、うん、はい、AB 型じゃないですか、お二人が、あ、はい、はい、あ、はい、そうです、はい、ここが、ここが AB、 だから君も AB か、僕も AB です、はい、で、A 型じゃないですか、はい、はい、相当不満溜まってると思うんですよ、二人に対して、うん、自由な AB 型に対して二人に囲まれて、はい、A 型なわけ、なんで京一すごいうなずいてるんですか、なんかちょっとね、せっかくなこれみんなが見てる前で殴られないところで文句を言うっていう、はい、なんかあります、あ、以上、いや、特にね、はい、ないですね、特にないんですね、特にないっていうか、はい、そんな AB 型の人をそんな嫌いになったことはあんまない、ない、あんまっていうかないですね、はい、じゃあ AB っぽくないなんかね、なんかいや、そういう一面はあると思うんですが、彼は AB っていうのは今日初めて知った、うん、俺も初めて知った一緒にグループ組んでるのに男同士だとあんまりそんな話せえへんから、そうですね、血液型の話でわざわざ盛り上がるってあんまりないですよね、うん、まあ、でも、はい、そんなあとないです、10歳からピアノを始めっていうことは、はい、家がお金持ちだったのかなって、あ、全然、全然、普通です、はい、10歳からピアノ始めないです、うん、そうですね、エリート、エリート、あでも割とね、あの僕の小学校ではあの男の子も、はい、あの結構習ってる子が多かったんですけど、それいい小学校、そういうわけじゃないんですけど、もう普通の、普通の学校で普通の家です、うん、はい、森友学園みたいな、あのえ、何でってこれ便利やな、これいいですよね、はい、はい、あ、僕もじゃあ質問を、はい、はい、僕3人のうち1人ぐらいはいると思うんですけど、はい、歌詞がさないと先ほどから言ってるらしいじゃないですか、はい、鼻歌で歌詞つけちゃう時あるんじゃないかなっていう、こうその時の気持ちでなんか歌詞幻のさ、お客さんにはこう伝わってないけど、伝わってないけど裏で歌詞みたいなないですか、この感じで歌っちゃうとか実はあるみたいな、歌詞がついてるものもある、相当難しい質問来ました、ね、いやありますから、ちょっと言わないといけないものもありますから、いや、ハードルはかなり高いです、いやいや、お願いしますよ、ありますから、いやでも、いやでもあると思う、あるの、絶対、例えばじゃあ今のあれだと、さすがだと歌ってみてください、レレ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 、ちょっとね、いや今こういうことですから、あなたがやろうとしたらこういうことをみんなにやらせようとしたって、わかりますよ、こんな怖い質問に誰が答えんの、いや、お客さん聞きたいと思って、なんかね、裏のね、こう、こういう、もっと、いや、違う、あるんですよ、はい、だって今、歌詞がついてなかったじゃないですか、これね、でも、この2行だけじゃ伝わらない何か、もっとメッセージはあるのかなって、やっぱりその
こういうことを伝えたい、はい、だってサ サビが一応あるわけじゃないですか。サビそうですね、サビ、はい、サビってサビのその音楽の時に実はこういう気持ちを込めてるんだ、はい、ないな何回同じそうじゃない。いや、あるんですよね、受け取ってますもんね、皆さんはね。いや、みんなないって言ってるよ。見てるからこれないかな、基本ないですよ。僕はないかもしれない。逆にこう、いろんな、あの、すいません、本当にすいません、パッと言ないないです。あ、すいません、ごめんなさい。で、逆にこう、自由に想像してくださいっていうことなんじゃないですか、はい、いろいろ。まあ、逆になんなら、あの、うん、聞いた人が歌詞つけて、歌って、うん、送ってきてくれたらね。あ、それもね、面白いですね、そういうのもね、新しい。なんか、それお客さんに何いいこと思いついたって。いいこと思いついたじゃない。いや、俺のから上ます。ええこと考えた。だからよく今の受け身じゃない。いや、YouTube で歌ってみたみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、歌詞つけてみたみたいな感じで感じで盛り上がって、その初めてのパターンの世の出方あるじゃないですか。顔怖い、ね、はい、そういう出方 していきましょう。行けましょうじゃなくて、勝手に決めて、はい、お待ちしますそう、まず第1回じゃあ僕勝手に歌詞つけて YouTube 上げますから、うん、あ、お願いします、はい、待ってますよ、はい、黄昏につけるんですよ、うん、大丈夫です、歌詞つけるんですよ大丈夫ですか。がっつりマスクして誰だか分かんないでも、いっぱい来ますで、すごいコメントいっぱい来ますまあ、じゃあね、そんな感じでここで心理テストコーナーに行きたいと思います。早いですね。早いですよ、ね、ゲストさんのね、心理を暴いちゃおうかなと、はいはい、皆さんね、あの、一緒に心理テスト参加してください。何がいいかな、ちょっとね、いろいろね、用意してるんですけど、だいたいでも結構盛り上がっちゃって、いつも 1,2 個しかできないんですけど、はいはい、じゃあ、じゃあ普段はどういうキャラで一応通ってるの。みんな真面目な感じで、なんかだらしないキャラとか。僕ただのエロ親父。エロ親父。直美さん大体そういう感じ。エロ親父で言ってんだったらもう暴かれてもエロ親父だよ。これはもうこの人無敵ですよ。あ、オープンにエロ親父をやってるんですね。怖いもんはないですね。あ、怖いもん。オープンマインドですよ。じゃあ行きますね。はい。あなたは選択をしようとしています。お選択ですね、はい、選択をしようとしています。普段のあなたの洗い方は次のうちどれに当てはまりますか。4択です、はい、1. ある程度溜まったら一度に洗う。 2. 色物や下着などタイプに分けて洗う。 3. 一度着ても汚れてなさそうなものは洗わない。 4. 汚れがひどいものは手洗いをする。さあどれでしょう。ちょっと皆さんもやってくださいよ。皆さんもね、参加してくださいね、はい、ね、ぜひぜひ、はい、これ今言う、はい、あ、今言ってください。じゃあ順番に。じゃあ僕は、1番ですね。1番、はい、ある程度溜まったら一度に洗う、はいはい、あ、僕も1番でしたね、はい、すいません、僕も1番。ゆずきさん僕3番ですよ。3番、はい、一度着ても汚れてなさそうなものは洗わない、はいはい、僕も3番です。お、3番、はい、私も1番なんですけど、はい、はい、じゃあこれはですね、何がわかるかと言いますと、このテストであなたの心の強さがわかります。お、はい、こうね、メンタルの強さということですかね。じゃあ1番からいきますね、はい、1番いますか。1番、1番の方いますか。あ、いますね、1番。あ、いますね、いますね、はい、うん、1のある程度溜まったら一度に洗うを選んだあなたは正義感の強いタイプです。いつも自分を潔白でいようと心に決めており、人に負い目を負うようなことは極力しませんっていう。でもエロ親父ってことですね。正義感のあるエロ親父。まっすぐストレートにエロ親父。そうすごいですね、ジーニーズすごいですね、正義感の塊ですね。ねえ、なんかね、裏を返せば、はい、つまんないみたいな。なんで自分で言っちゃうみたいなね。そうですね、はい、そうですね、結構1番の方もいましたから、1番の方ね、いらっしゃいましたもんね。正義感の強い人が集まる、はい、そうですね、はいはい、じゃあ2番の色物や下着などタイプに分けて洗う、選んだ方いますか。2番の方います。いない、いないかな、はい、これはですね、反省をしっかりするタイプ、失敗したらその原因を突き詰め二度としないよう教訓にできるタイプです。あ、うん、ほうほう、じゃあいなかったですね、うん、はい、じゃあ3番、はいはい、一度着ても汚れてなさそうなものは洗わない、はいはい、選んだ方いるかな。いますか。3番、ちょっと手挙げにくいと思いますけど、あ、3番でいいですね。3番いい、通りかかった人3番、もう
結果も聞かずに言っちゃいますけど、はい、これはですね、失敗を直視できず現実逃避してしまうタイプ、問題を隠してしまう弱い部分を持っています。あ、僕ら滑ったら、そうですね、コンビで大丈夫ですか、滑ったらそんなお客さんのせいにしますんで、僕たちはね、やばいですね、はい、ダメですね、二、はい、人でな、もう忘れちゃうもんな、次の、僕はしないです、はい、なんで勝手に俺もみたいな、そのことでやらせて、ね、はい、ね、本当にね、急に俺を巻き込むのやめてくれよ。でも選んでんの一緒ですからね。そうそう、いや、いいしね、僕、はい、ですね、良かったですね、3番選ばない、ね、じゃあ4番いきますよ。4番の汚れがひどいものは手洗いをするを選んだ方いますか。あれ4番の方いますか。あ、4番、あ、います、はい、4番、はい、こちらはですね、反省をしているように見えて次回に生かすことができないうっかり者タイプ、同じ失敗を繰り返してしまいそうです。いました、うっかり八兵衛いました、あそこに。うっかり八兵衛、うっかり八兵衛出てくると思わなかったですね。うっかりさん、うっかりさんですね。はい、じゃあもう一個ぐらいいきますか。もう一個いきますか、ちょっと待ってくださいね。もうちょっとえぐってほしいですね。もうちょっとね、ちょっと崩してほしいですね。崩してほしいですね。そうですね、ちょっと濃いイメージしかないですね。そうなんですよ、そうなんですよ、ちょっとね、今もう一個、そんなことない、じゃあこっちいきます。はい、あなたが欲しい超能力はどれですか。 A、 人の心が読める能力、 B、未来予知能力、 C、 ヒーリング能力、 D、 瞬間移動。難しいな。誰でしょう。ヒーリングというのは回復させる能力。そうですね、きっとね、こう治癒できるってことですね。うんうん、だと思います。人を治せる、人の心が読めるのか、未来の予知ができるのか、こうね、治したりヒーリングができるのか、瞬間移動ができるのか、どれでしょう。これ迷いますね。うん、あー、どうしよう。はい、はい、決まりました。はい、決まりました。はい、じゃあ順番に、僕は4番瞬間移動。瞬間移動、はい、はい、僕は3番のヒーリングです。おお、分かりましたね、はい、僕も4番です、ね、おお、瞬間移動です、はい、僕ら1番1番、はい、人の心、はい、はい、俺なんかあの女性が裸に見えるやつっていうのある。いや、ないです、ないです、なかったな、もんないです。投資能力じゃないです、人の心が読める。自分で言って真っ赤になってんだ。なんで赤くなってんだよ。俺エロっていうのバレたじゃねえか。そんで自らじゃない、裸見たわけじゃないんだから。どれですか、まともにちゃんと答えて。あなた突っ込んでもらっていいですか。まどかさんが先に突っ込まない。俺言ってるけど、そこ聞いてくれないんだもん。言ってんの今、言ってた、言ってたよ。あとで録音、ちょっと歯茎が邪魔して聞こえなかったのに。じゃあ2番 の、 あの、はい、2番、未来予知能力、ね、未来予知能力、はい、私はですね、瞬間移動にしました、うん、はい、これでですね、欲しい超能力で分かるあなたに足りない恋愛スキルが分かります。おお、恋愛スキル、はい、はい、ちょっとそっちに行きます、ね、恋愛スキル足りないのなんかなさそうですけどね、本当に、はぁ、ってまあ、エロいと恋愛スキルとはまた別やからだいぶ違いますからね。エロスキルはね、やっぱそうでもね、はい、じゃあ A の人の心が読める能力選んだ方、はい、はいはい、これはですね、こう、いますか、1の方、うちの相方が手を挙げたんで多分下げました、はいはい、これはですね、行動力、片思いの相手や恋人の気持ちが分かれば苦労しないのにと思っているあなた、足りない恋愛スキルは行動力です。あなたは繊細で相手の気持ちを考えすぎるため受け身になってしまいがち、そのため恋のチャンスを逃したこともあるでしょう。恋愛は行動力が大事ですよっていう。そうですね、はい、大事ですね。行動しなきゃダメですよ。いや、あなたがいい、あなたがいい、はい、本当ですよ。じゃあ B の未来予知能力選んだ方、 B、 いない、あ、いない。これはですね、自信、未来が分かれば安心だし、前もって計画が立てられると思ったあなたは、足りない恋愛スキルは自信です。運命の相手でなければ安心して恋が楽しめないと思っていませんか。恋愛で傷つくのをかなり恐れている様子、その原因は自信のなさにあります。まずは自分自身を愛しましょう。確かにそうですね。そうですか、もう絶対こいついけんだろうっていう状態になってからじゃないと、やっぱ口説けないっていうのはやっぱありますね、やっぱね、はい、そうなんですね、意外と意外とそういう、意外とそうなんですね、はい、弱い部分があります、はい、弱い部分、はい、じゃあ C のヒーリング能力選んだ方、はい、はい、私です、はい、いますか。あ、ね、あ、いました、いました、はい、大丈夫かな。さっきみんなの選んだからじゃないですよ。あの、僕選んで大丈夫かなって思うんですよ、そんな。うっかりの人ですからね、でも、はい、うっかりの方ですから、わかんないですよ、はい、
これはですね、あ、これちょっと女性に向けての答えになっちゃってるんですけど、はい、ちょっと置き換えて聞いてください、はい、ヒーリング能力を選んだ方は女性としての魅力、傷ついた心や体を癒したいと思ったあなた、足りない恋愛スキルは女性としての魅力です。あなたは優しく同性からも慕われているはず、しかし照れ屋なため、異性の前では女らしさを封印、男性から見ると色気がなくいい人止まりになりがちです。友達から恋人へと発展させるためには、女らしさを強調させることが重要課題です。だから男としてっていうことですよね。男性からすると女性の前ではこう男らしさをこう恥ずかしくて隠しちゃう、ふざけちゃうとか ありますね、うん、常にずっとふざけてるかな。僕大丈夫ですか。はい、無言、はい、無言メンバーこうなります、すみません、はい、無言で、はい、でも若干も、うん、当たってますね。なんかね、こうふざけちゃって、はい、男らしさを見せれないっていうね、はい、じゃあ D の瞬間移動選んだ方、はいはいはい、いますか。あ、いますね。あ、皆さん、はい、これはですね、信頼関係を築く力、いろいろな場所に瞬間移動してみたいあなたは、足りない恋愛スキルは信頼関係を築く力です。フットワークのいいあなたですが、結論を急いでしまい短い恋を繰り返してしまう傾向があります。恋愛を長続きさせるには焦らず信頼関係を作っていかなければなりません。相手との距離感を探りながらじっくり信頼を築いていけばゴールインすることができるでしょ う, っていう、ね、はい、当たってますか。どうですか。うん、はい、うん、恋がしたい。無言恋がしたいは全然答えと関係ないですけどね。全然僕1番と迷ったんですけど、ああ、もう1番の結果はなんか思い当たる、はい、行動力ですね。そうだね、行動力ちょっとこう抑えちゃうんですかね、うん、じゃあ瞬間移動を選んだ理由はやっぱ、はい、この仕事してるとやっぱね、はい、そうですね便利ですよね。バッてこうね、バッてね、あのどこでもドアみたいなのあったらね楽ですよね。機材も多いですしね。はい、そう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 、そういうことですよね、うん、はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、暴けたかな、はい、暴けましたかね。暴けましたかね。暴けたかな。暴けたかな。暴けたかな。ちょっとね、寂しくなっちゃう、ね、はい、確かにね、はい、足りない部分を言われたわけだからね。そうですね、はい、まあ、こういう感じの心理テストです。まどかと渋谷で選んで、はい、ありがとうございます。はい、ではではね、もうそろそろお別れのお時間なので、はい、はい、告知ごとをぜひお願いします、はい、特にはないんですが、はい、この後、まずこの後ですね、はい、今日、はい、この後、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、はい、ライブがあります、はい、今から行くんで、あのいわゆる皆さん一緒に同伴ライブですね。同伴ライブそうです、いいですね。同伴で楽しいですよね、はい、そういうのなかなかね、一緒に行くんですか、一緒に、はい、このままもう、はい、ね、みんなでワイワイ一列でゾロゾロ。いや、なかなかね、あの、アーティストさんと同伴ライブってね、ね、いけないですから、はい、ちょっとそれ旗代わりにしてこう、はい、皆さん、あ、旗代わりにこれをね、はい、そうなんです。ぜひ何時からですか。8時10分かな、出番は、はい、何でもこれは、じゃあもう終わって、はい、バッと行って、バッとやられる感じですね、はい、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ告知これで大丈夫ですか。あとはそうですね、あの配信を、はい、やってますんで、はい、ぜひ iTunes 等々で検索してみてください。はい、ジーニーズで、はい、ジーニーズで、はい、ご曲入りです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではでは本日は本当ありがとうございました。またありがとうございました。またぜひ喋りに来てください。はい、本日のゲストはジーニーズの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。そこが最後の。